随分と手こずらせたな。弱い三歳か。哀れな。レイカを返せ！ルカ！貴様らには情けというものがないのか。障害は排除するだけだ。合理的な考え方だと思うがの。おい、ルカを抱えて逃げるんだ。早く。はい。お父さん。ルカ、逃げるのよ。お父さん、知らないで。お父さん。さて、レイカを返してもらうぜ。それはできない注文だの。この子は IPD 感染体だ。それも極上の一級品。これほどまでに純度の高い感染体は初めてだよ。じっくりと研究せねばな。この世界の明日のために。貴様、俺の娘に何をする気だ。何、別に殺したりゃせんよ。ちょっとした反応を見せてもらうだけだ。貴様らなどにレイカを好き勝手させるか。それじゃあ、お母さんと一緒にお歌を歌って待とうか。ねんねころりや、夜空の月よ、いずこへ行く。夢に浮かびし影を眺めて、一人静か。歌を唱えて思い連ねて、この日を迎う。別れを嘆き昔をめでる、ただ悲しや。赤き髪さえ陰りをまとい、我が身を映す。歌う息吹は夜すがら、あの
大聖堂の民よ、メタファルスの民よ、今こそ立ち上がる時だ。神に従う時代は終わりを迎えた。神と共存する時代は終わったのだ。400年前、神は理想郷メタファリカの実現を拒み、我々を弾圧した。それ以来、我々と神との関係は威圧的な支配の関係となった。しかし、そのような世界にどんな幸せがあろうか、どんな理想があろうか、我々神聖大聖堂はこの神に支配された世界からの脱却を宣言する。神に頼らない、自らの力で幸せを築き上げる自立したメタファルスを目指すのだ。そのために我々は、親愛なる我らが民にその決意と誠意を見せよう。神との戦争である。神の支配からの脱却である。神の忠実なる犬でしかなかった前政権とは違う行動力と責任を我々は約束しよう。我々と共に緑の大地メタファルスの実現を。緑の大地メタファルスの実現を。